昨年と同じ曲なんです。で昨年の曲はもう聴き比べる機会があった時にでもちょっとこう変化が分かるように今回新しく編曲しました。新型ウイルスの影響でこういろんな制限があったり諦めたことできなかったことたくさんあると思うんですけれども、まあ、この甲子園の舞台に立てたってことを本当に誇りに思って幸せに思って堂々と歩いてほしいです。